ビル・ラズウェルはアメリカ合衆国イリノイ州出身のジャズベーシスト、音楽プロデューサー。ジャズ、ファンク、ラブ、テクノ、アンビエント、アバンギャルド、ワールドミュージックまで後半に音楽を手掛け、関わったアーティスト、作品は膨大な数に上る。マテリアル、ゴールデン、パロミノス、デッドライン、プラクシスなど結成したユニットも数多い。 1960年代後半のファンカデリックなどのサイケデリックロックやイギーストゥージーズ MC5 などが活躍していたデトロイトのガレージロックパンクシーンに影響を受ける1970年代にニューヨークの実験音楽シーンに触発されてジョルジオ・ゴメルスキーのローフトに参入ヘンリー・カウ、マグマなど多くのアーティストと交流を開始1970年代後半 主要プロデューサー、パートナーとして、パリ在住のジョン・カラコスのレーベル、セルロイドレコードでの制作を始める。国内外のアバンギャルド音楽のアルバムの配給を行う。1978年頃、ゴングのビート肉、デビット・アレンとニューヨーク・ゴングを結成。1979年頃、エンジニアのマーティン・ビシラと共に、ブルックリンにてレコーディングスタジオを設立。 ブライアン・イーノをスタジオに招き、レコーディング。スタジオコンセプトが気に入ったイーノが機材を提供する。歴史的なノーウェーブの録音や、マイケル・バイン・ホーン、フレッド・マーラと実験的ファンクバンド、マテリアルの活動を開始。並行して、アート・リンゼー、アントン・フィアー、フレット・フリスらとのゴールデン・パロミノスでの活動も行う。1980年には、フレッド・フリス、 フレッド・マートのマサカーも活動を開始した。1980年代にヒップホップミュージックシーンに合流し、ファブ・フ,ァイブフレディとのチェンジ・ザ・ビートやアフリカ・版バータとのタイムゾーン名義による12インチシングルをセルロイドからリリース、ラップミュージックのオリジネーター、ラスト・ポエッツのアルバムも配給する。1983年、ラズウェル、 マテリアル全面バックアップによるハービー・ハンコックのアルバムフューチャーショックがスクラッチやエレクトロニクスを駆使したヒップホップの名盤として高い評価を受けグラミー賞を受賞。初のソロアルバムベースラインズを発表。1985年フィリップ・ウィルソンと結成したバンドデッドラインでアルバムを発表。マヌー・ディバンをバーニーを折れる。ウォーレル ジャコパストリアスらがゲストとして参加。P.I.L. アルバム、坂本隆一、ネオジオなどの作品プロデュースのほか、スライロビーのリズムセクションを起用した、ミック・ジャガー、チーズ・ザ・ボス、オノ・ヨコ、スター・ピースなどのアルバムや、実験的なスライロビー名義のアルバム、ランゲージ・バリアー、リズム・キラーズなども制作している。1986年にラスト・イグジットの活動を、 はじめ、グラインドコア、ノイズのサウンドプロデュースへと実験を試みる。この時期の主なプロデュース作品には、モーターヘッド、オーガズマトロン、イギーポップ、インスティンクト、ラモーンズ、ブレインドレイン、ホワイトゾンビ、メイクゼムダイスローリーなどがある。1990年代以降は、クリス・ブラックウェルのアイランドレコードにアクシアムレーベルを立ち上げて、電子音楽や、 デトロイトテクノへの関心を高め、フリージャズやダブと絡めていく。1991年、ペインキラー、プラクシスといったグループを結成し、活動を開始。デッドライン名義で、ブーツィー・コリンズや、ジョナス・エル・ボーグラと共演し、アルバムを制作した。1992年のプラクシスのアルバム、トランスミューテーションのレコーディングには、DJ、クラッシュ、DJ スプーキー、 ジャー・オブル、ファラオ・サンダース、ブーツィー・コリンズやバーニー・ウォーレル、ウィリアム・エス・バローズをゲストに迎えて制作している。レコーディングエンジニアのオズ・フリッツと共に、アフリカ、アラブ、アジア、カリブなど世界各地でのフィールドレコーディングや、それらを素材にしたラブ作品をサブローザ・レーベルや多数のレコードレーベルから発表する。1999年にサブローザ・レーベルから、 カットアップを多用した作品、発信、ザエンド・オブ・ローをリリースしており、ジェネス・ピー・オリッジとの共同作品を収録している。また1990年代中頃からリミックスプロジェクトをスタートし、1997年のボブ・マーリー、ドリームス・オブ・フリーダムをはじめ、マイルス・デイビス、パンサ・サラッサ、マイルス・リミックス、カルロス・サンタナ、ディバイン・ライト、カルロス・サンタナ・リミックスなど、 ラズウェルの考察による再構築アルバムを制作している。2000年代に入ると、琉球アンダーグラウンド、ニールスペッター・モルベルラ新世代のアーティストのリミックスも手掛け、インド音楽とダブを融合させたタブラビートサイエンスを指導させる。マテリアルゴールデン・パロメノス・マサカー、デッドライン・プラクシス・ラスト・イグジット・ペインキラー・タブラ、ビートサイエンス。ありがとうございます。